マイケルが一番多いです。そうなんですね、はい、ちょっと気になっててもうみんなマイケルで通ってます。田代はあのなかなか僕自体が反応しづらいんでマイケルって呼んでください。そうなんですね、はい、このお名前はどうやって決められたんですか？あの訓練時代の時に、はい、あの教官が、はい、マイケルとライアン、ミドルネームライアンなんですけどどっちがいいって言われて、はい、その選択肢しかなかったみたいなので、あ、じゃあマイケルでっていうことで、はい、そうですね、僕ガマゴリ自体は3回目なんですけど、1回目2回目って成績すごく悪くて、ちょっと今節いいエンジン引けていけるかなって思ったんですけど、ちょっとあまり着取れなくてちょっと苦しんでるところなんですけど、エンジン自体すごくいいんで、まあ、あとスタートもそれなりに見えてきたんで、あと展開次第で、まあ、勝てるような足にはなってるんで、あとは僕の気合いだけですかね。その足なんですけど、どういうことってありますか？はい、伸び型ですね、はい、伸び足スリットからちょっと押していく感じがあるのと、あとターンマーク回ってからあの出足もいいんで、まあ、全体的にバランスの取れたいい足をしてますね。やっぱり前回優勝モーターっていう感じが、そうですね、もう本当にほとんど何もいじってない状態で、現状維持の状態で乗り心地すごくいいんで、これを維持できればって感じですかね。スタートですね、今度までどうですか？スタート、そうですね、そんなに難しくないんですけど、ちょっと1コースだけよく分かんなかったんですけど、あとはそれなりに迅速でいけてるんで、まあ、スタートは大丈夫だと思います。趣味がちょっと子供いるんで、もう子供と一緒になんかデパートとかのゲームセンターとか、あと子供が行きたいようなところに一緒に行って遊んでるっていうのが子供が趣味ですね。他に、そうですね、他になんかやりたいことがないんで、もうそれが一番ですかね。はい、男の子4歳です。はい、結構ワンパクな形です。そうなんですよ、やっと一緒に遊べるジャンルが増えてきたんで、ちょっと僕自身は喜んでるところです。そうですね、もうちょっとで一緒にテレビゲームをやりたいなっていう目標もあるんで、楽しみがいっぱいありますね。楽しみいっぱいあるんで、男の子なんで。はい、あと今日誕生日ですよね。そうですね、はい、誕生日ですね。32歳になりました。1着取りたかったですね。もうちょっと打った、取りたかった。はい、もうちょっと続ければ、ね、そうですね、頑張ります。32歳、はい、いい年になりますように。そうです、ね、頑張ります。目とかありますか？32歳、まあ、仕事面で言ったら、まあ、まず B 級に上がって成績上げていって、あの、ね、期待してもらってるお客さんのところにも貢献できたらなっていうのが一番だと思うんで頑張っていきます。ちょっとなかなか船券に絡めずちょっと苦しんでるところなんですけど、ガマゴリ後半も絡めるように努力しますんで、応援よろしくお願いします。ありがとうございました。